さん、はい、今回はあのもう年末ということで、はい、今まで、ね、放送したのをちょっと振り返りたいなと思います。はい、で鬼馬さんの中で、うん、思い出に残ることを、うん、まあ、5つ挙げていただいて、はい、まあ、第5位から第1位まで、はい、いきたいなと思います。はい、これあれだね、だからあんまりあのポンポン言っちゃって10分持たないといけないから、すげえ俺がためながら考えながら答えたりとかってした方がいいのかな。お願いします。それでいきましょうかじゃあ第5位ですけれどもね、まあ、第5位はあれ、あの変なおじさんです変なおじさんって言っちゃ悪いか、あのなんだろうな、あの花屋 川口商店街の花屋のやたらダジャレ言いたがるおじさんとか、あと出たがりのね、あとあの北浦和のあそこのなんだっけ鶴天店のあの出たところでとんかつ屋のおじさんなんかね、最初とっつきづらそうだったけど中入ったらずっといろいろ客からね店主になった話とかで、その後行ったあのスナックマキね、うん、マキうちのかみさんと同じ名前だからもうずっとインプットで、そこで会った常連のおじさんずっと喋ってたもんね2人でね。そうですね、かなり長い時間喋ってました、かなり長い時間喋ってたんだよね。あの辺のやっぱおじさんはちょっとあれかな、印象に残ってますね。なんか縁があるみたいですね、そういう方と。いや本当は俺もっとおとなしいおじさんが好きなんだけどでもなんだろう、まあまあ、まあ、テレビ的にはね、ああいうおじさんいると助かるよね、はい、じゃあ第4位いきましょうか。第4位はね、まだここ最近だけどダンス、ダンスはね、今まで避けて通ってたところで、でもこの番組で言ってもらうと挑戦するじゃないですか。で挑戦するとなんかあの今まで使ってなかった体の筋肉と頭の筋肉いっぺんに使ってちょっと若返る気すらするよね。だからリハビリに近いかもしれない、芸人力を上げるための。であとほら教えてくれたお兄ちゃんがすごいなんかいい感じでね、あの褒め上手だったりとかで上手でしたね、教えるのにね、だからやっててまああれかな、楽しいまではいかないけどね、絵面としては俺もオンエア見たけど面白かったんじゃないあんなにボロボロになってる雰囲気の鬼馬さんは初めて見ましたよね。あーね、まあそういう意味でもそうだね、あのダメダメも含めてダンスはちょっと印象に残りますね。もうちょっとダンスこんなこと やりたいなっていう思いはありましたか。いや特にないもうないですか。うん、もうあれが限界だろうし、もう次ダンスって言ってももう あんなに多分次もうやる気出ないかなどうかな、ダンスのジャンルでもいろいろあるか。そうですね、他にも社交ダンスとか。ああ、まだやってないですね今まで。エロいエロい先生に教わる社交ダンスとか、ベリーダンスとか、はいはい、エロい先生の出てくる。それだったらまたちょっと分かんない。でもスポンサーが嫌がるかなエロいのエロ縛りはダメだね、うん、なんかでもまあまあダンスはちょっとあれですね、なかったから面白かったかな、はい。じゃあ第3位は。第3位ね、あれ2回やってるでしょ、あの若手芸人呼んで、うん、3回か、はい、一番最初酒屋さんで撮ったやつがあって、でその後があのドドンとかリモートですね、リモートでやったやつで、でだあの時の2回目の時なんかは結構みんな玉が揃ってるというか、えドドンとそれから、アモーンアモーンとでもう一組もなんか結構ママタルト、あの回がさ、その前も良かったじゃん結構。あの植木恋愛研究所と、それからさつきね、あの皆さんっつってさつきでしょ、であとあの女の子とやってるポンループもうほらあのアミちゃんと女の子のキャラ立ってたりとかして、だかそこでこうちょっと若手芸人と絡むのって面白くなるし、こっちもこっちですごいなんか刺激受けていいなと思ったんだけど、あの2回でやめとくべきだったんだよね
3回目がねちょっと驚きの、まあだからあれよ、野球に詳しいとか言ったさ、ジャイアントジャイアンはまああの中では良かったけど、やっぱ急にポンコツが揃うみたいな、ね、ポンポコのポンポコだからあれだよね、女の子のキャラすごいあったけど、男の子の方のポンコツぶりとか、あとはやっぱペッパーボーイズも石本くんのポンコツさとか、 でそこにジャイアントジャイアンの、中井くんに憧れてる方みたいな、あそうっすね、天達ね、それぞれ言いましたね、あれだから各ポンコツのを抱えた3組のトークのあの弾まなさというか、あのトークで与えた時間をこんなに、なんだろう、ゆるく処理しちゃうんだっていう芸人力ってやっぱ出るね、ああいう風に、まあ編集でなんやかんやだったけどね。で特にだから、でもペッパーボーイズはその後のほらロケも一緒だったじゃん。そうですね、行きましたね、でしかもボルダリングやった後、はい、バッティングセンター、はい、でそこでバスケとかあのサッカーとかも入れてのグズグズになったやつ、グズグズでしたね、あれはねちょっと俺も反省してんだよね正直ボルダリングもできないならできないで、もう下の方で捕まってうんって倒れてよかったのに、なんか生地できる、でもできると言ってもすごくできない、あの頑張りいらなかったな、うん、でその後の今度もう泥試合のようなね、あのゲーム対決含めて、三本勝負みたいなやりましたね。ただからペッパーボーイズはだから、でもあれからいる時間も長かったからずっと応援してんの。前田くんが結婚した時とかもあの SNS 越しでこう応援のメッセージやって、終わった後ご飯食べ行ったりね。うん、で衣装とかあのなんかもし LGBT 寄りの衣装にするんだったら使ってっつってお小遣いあげたり。ああそこまでちゃんと。うん。だからまたなんかペッパーボーイズでこう来てくれたりとかしたらね。その時は今度2人でお互いに向こうとこっちで反省しながら、あれを生かしてよりいいオニマルテレビ、あとだから、まあ、そこのペッパーボーイこんだけ言っちゃったんでバランス取るために言うと、もうポンポコとは生涯合わなくていいかなもう正直、うん、そうですか、うん、やっぱこれはもう処理しきれないなっていう俺の力量ではね、あの2人をもう処理できないから、だからポンポコのためにもならないし、だから共演 NG ってことでお小遣いあげようって気持ちにならなかったんですか。いやいや、むしろなんかあれだよね、ちょっと慰謝料欲しいぐらいだよね添島くんだね、添島くんがあんだけキャリアあって、であれなんで女の子にさ指示してんだあいつ、こんくぞよなんか、なんかネタのこととかも指示してんのかなみたいな、はい、大体そうじゃん、個性の強いさ女芸人のさ片割れが実は司令塔で、はい、ね、そのなんかキャンディーとかさああいうので聞いてるとさ、でほら、ね、イエーとか言ってるからさ、はい、あそれをうまく扱ってんのかなと思ったら、の方がネタも考えてトークも基本あの子のトークの仕上がりの良さで、だあの添島がこうなんか言ってさ指示してんのかなと思ったら実は立ち位置だけだったんだよ、あれこもうちょい手前ぐらいしか指示してないの、なんか指示してる感出すんだよあの添島ってね、なんかあるんですよね、そうそうだね、そういうのもあってなんかそういう、うん、だからまあまあもう添島くんはもうそこもうほぼあの全てがもう紐だね、そういう意味ではそうですね、うん、ね、瞳丸だ瞳丸、ね、瞳丸はだからもうもしかしたら来年ぐらいピンでやってたらねまた分かんないですけどね、はい、じゃあ続いて、第2位は、第2位はね、まあその癒着ではないんですよ、癒着ではないんですけれども、唯一ちょっとまあ僕の応援しているところをさりげなく挟み込みながら宣伝効果を狙ってしまったキャンプの会ですね。あの僕が豚肉で特にそのね、あのこう骨でこう塊のあのあれなんていうんだっけ、あのスペアリブ。スペアリブをさ俺3つ味変えて3つ持ってきて、あ、ありましたね、はい、あれをあの
松村牧場の香り豚っていう、はい、私が推してる豚肉があって、だから何にももらってないのよ俺正直。であれだって全部手銭で買ってるからね。あ、ちゃんと浦和のお肉屋さんを手配してそこに卸ろしといて、俺そこで買うからっつって、はい、ちゃんと自分で買ってるのよ。自分で買いながらもあそこでわざわざ名前出しながら、なおかつテロップまで入れてもらってなんか鬼馬さんがしっかりと正式名称を読み上げたんで、はい、なんかあるのかなと思った。あ、でそうだから癒着はないのただまああれぐらいやってんだから、もうちょっと今後松村牧場側 が、まあ、俺に対しての、まあ、利益供与があってもいいよねこれからはほらあれじゃない、サブスクじゃないけど、金を取ってから何かやるんじゃなくて、与えてからそこで向こうが悪いなとかありがたいなと思ったところでこうっていう、あげる方が先だからね、はいはいはい、そういう意味だから、まあそうですね、ちょっとあそこはちょっとやりすぎたかな今も相当連呼しましたけど、ね、そうですね、まあ2度目ですんでね、松村牧場の香り豚、今回2度目ですから放送を使って、まあ今後とも長くお付き合いしたいなというところですかね、はいはい、じゃあ続いてはですね、最後、はい、第1位をお願いします。第1位はね、またこれも結構最近ですけど、鬼丸バンド。おー、ボーカル鬼丸、ギター鬼丸、ベース鬼丸、ドラム鬼丸の鬼丸バンドね。あれはほら撮って、でしかも時間なかったじゃん。そうっすね、ロケ2回目で2本目の方で、でもうねある程度の時間が決まってて、でさもうすっげえ短い時間で練習しながら、で結果撮ったやつをさ、俺もオンエアで初めて見たからね。そうですね、そうなりましたね。そう、あれは面白かっただってでんつってんででででんつって、まあそんなにうまくなかったね。でんつってんででででんつってんみたいな。でいざ合わせた時の、俺ボーカルもっとうまかったと思ったんだけどな。でいうないなんです。たけ、俺見てたけっつって。自分に突っ込みで、歌ってる時全然そんな感覚ないからさ。でいうない、ヘッドガンとか歌ってるのかと思った。で言うないよ、周りと合ってねえじゃないか。あれバラバラで撮ってるからなんだよな。そうですね、一緒だったらもっと違ったんだよな。でもまあまあそれも含めてね、あ結構だってあれ10分だと思わないぐらいのテンポ感でわーって流れてたじゃん、うんうん、ねえ、そうですね、いろんな楽器触りましたからね。そうで、なんかあっという間の10分みたいな、はい、あれはすごい、うん、見ててあっという間だったよ、まあ、あそこの先生が、あ先生よかったね、教え上手なのと、あとほらやっぱさ楽器講師っぽいさ、あちょっとバンドマンが持ってるインビサーを抱えたさあの先生の雰囲気が、もう見た目からそう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 、いいんだよね、影がある感じのさ、ね、若い頃にはまあいろいろこうね女関係もあった感の色気があるじゃんあの先生って、あれあれで多分だからあの40代50代の女性層 の、 あの多分視聴者増えたんじゃない、あの先生のおかげで、 あの先生の指先でもうだいぶグッと来てるところあったんじゃない、ね、はい、バンドあれはもう一番印象に残ってますね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後なんか総、一応2020年を総評していかがだったかなと、うん、やっぱあれだね、リモートは辛かったね、リモートは辛い、あれなぁ、ほんとだから申し訳ないけど、あのママタルトとかさ、あのアモンとか、あと何だっけ、ドドンか、あの3組はもう一回ちょっと呼びたいよね。ああなるほど、そうっすね、あ面白かったもん、大喜利とかもさ、ただねやっぱもうリモートになっちゃってさ、みんなでみんなさね、あの俺もそうだったけどさ、見直したら目線がみんな下見ちゃってるんだよね。リモートなれもね、なかなかできないからね。でもう一回よ、あとそっかやら、ロケもね、結構その間はね、だからロケできないからリモートになったのもあったけどね、もっといろんなとこね、まあ本当だからあれでしょ、これからさもうちょっと範囲広げていろんなとこ行くっていうんで、それも含めてね楽しみにしてます。